皆さん、明けましておめでとうございます。静岡県駿東郡長泉町議会議員の杉沢康秀です。昨年の9月1日の町議会議員選挙で初当選いたしました。当選以来3ヶ月2回の定例議会がありました。この間で私は新人議員ながら反対討論を5回行いました。それに対して賛成討論が副議長あるいは副委員長からありました。私は町議会全部を自分と同じ意見に変えることはまだできませんけれども、住民の声を少しでも反映したいと奮闘しております。皆さん、私の意見はまだ町議会で少数ではありますが、少しずつ星野議員も私の意見に一部賛成しつつあります。先日の議会では国保税の固定資産割と所得割の見直しについて私と同じ考えで質問する議員が出ました。すぐには実現しないかもしれませんけれども、年金生活者には朗報となるこの資産割と所得割の見直しは多分1年後か2年後には住民の意見が反映される、そういうふうになると思います。いっぺんに議会を変えることはできませんけれども、日本共産党は住民の声を背景に少しずつでも議会を変えていきたい、このように思います。ところで皆さん、昨年は富士山が世界文化遺産に登録をされました。これは三保の松原も合わせて登録をされたということで、私は旧清水市生まれですので合わせて大変嬉しく思っています。ただちょっと残念に思うのは、この遺産登録を通じて登山者の抑制をするという観点や、あるいは環境保全、登山道整備、トイレ管理という名目で入山料を徴収するのが当然のような議論になっているのがちょっと残念に思います。なぜかと言いますと、先に入山料徴収があって後で目的がついているような、そういう傾向にあります。私は例えば山に行くには必ず携帯トイレを持参しております。そういう登山者からも同じように入山料を取っていいのか、あるいは入山料を1000円取ったところで登山の目指す人々の数は変わらない、そうならばもっと規制をですね、下の方からかける、例えば、そういうことによって登山者を減らす、それは可能だと思いますけれども、やはり今問題なのは集中した登山、もう少し、登山者が季節を通じてまんべんなく登るようになればそれほど、混雑することもないだろうというふうに思います。それともう一つ残念に思うのは、この富士山を注目する中で冬の富士山に登るのを規制しようという、こういう声も高まっています。確かに冬の富士山は大変厳しくて、事故になると命に関わる、こういうこともありますけれども、実は日本に富士山があることによってここで鍛えた登山者がヒマラヤやヨーロッパアルプスに出かけていく、日本人が外国で活躍できるの
のは富士山でトレーニングを積んだ、こういうことが実績としてあります。ですからスポーツ登山の訓練の場として富士山は欠かせないものであります。ところがそういうスポーツ登山をしない人たちの中から冬の富士山を登るのを規制しよう、こういう声が上がるのは大変残念に思います。車を運転しない人が車の運転は事故に遭うからやめようというようなもので、スポーツ登山をしない人がこの富士山に登るのを、冬の富士山に登るのをやめようというようなもので、とても残念に思います。まあそういうこともあります。それから今年は安倍政権の暴走が、昨年特定秘密保護法や沖縄への基地押し付け、こういうことに強権が発動されましたけれども、しかしこれは恐れることはない。国民と安倍政権とのこのねじれ、これは解消されていません。国民世論の力でこの安倍政権を追い詰めて、私は国民が力を持ってこの民主連合政府に向かっていく、こういう企画に今年をしたい、このように考えております。皆さん、今年も日本共産党の杉沢康秀に大きなご支援をよろしくお願いいたします。